はい、皆さんこんにちは。パトリオットテレビの時間です。今日もですね、前回に引き続きまして、軍事アナリストで、静岡県立大学特任教授の小川和久先生にお越しいただきました。どうも先生ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、前回の台湾有事に続いてですね、まあ、最近いろいろ議論されている尖閣有事ですね、尖閣の問題についてお話し聞きたいと思うんですが、特に最近ですね、まあ、公船、中国の、まあ、いわゆる公船がどんどん入ってきて、でも公船って言っても、それは中国の軍の中に関係してるんだから、いわゆるその海上保安庁と違うよと、あるいは完全にその軍が出てきてるんだと、まあ、いうような議論があるんですが、その辺のところは先生、どう考えたらいいんでしょうか。中国の海警局、まあ、日本の海上保安庁にあたるような組織が人民解放軍のまあ指揮下に入ってきたということでは確かにそうなんですが、現実問題、中国はどういうことを考えて動いているのか、彼らにできること、できないことが何なのかということをちゃんと見なきゃだめなんです。まずね、よくまあニュースで取り上げられる、石垣島の漁船がね、時々中国側の船に煽られてるでしょ。やられてるでしょ。あれ、中国の法律で言うと、拿捕できるんですよ。中国の国内法、領海法で言うと。なんでやんないんですか。あるいは、日本の海上保安庁の巡視船に対しても攻撃できるんですよ、向こうは。海警法を、施行したし、もともとの領海法でもそれはできる。なんでやんないのか。できない理由があるんですよ。そうですよね。これ海上保安レポートにも出てますけどね、排他的経済水域ってなるじゃないですか。あと、まあ、日本の排他的経済水域も広いし、まあ、韓国のもあるし、中国のもある。重なってるところではお互いに話し合ってね、折り合いつけるっていうのがあるわけです。で、日中は割と折り合いがつかなくて、これ、棚上げ海域っていうのがあるんですよ。で、その棚上げ海域は中国側の漁船に対しては中国の公船が取り締まることができる。日本の漁船に対しては海上保安庁が取り締まることができる。ただ相手の国のものに対してはダメだってことになってるわけ。で、それはそれでちょっと折り上げついたようだけれども、実は尖閣諸島の周りだけはそれの除外海域になってるんですよ。なるほど。棚上げになってないんだ。で、日本の領海12海里。で、中国も自分で領有を主張してるから、中国の領海12海里。これがべちゃっと重なってんの。お互いの領海なんです。で、決着ついてないんです。で、そこでそのいかにその1992年に制定した領海法と国内法に基づいて、日本の漁船を拿捕できたとしても、やっちゃうと国際的にも非難轟々ですよ。ですよね。だから煽り運転しかできないんです。それはね、向こうよく分かってます。それが一つ。だから、その辺はね、ちゃんと見ておかなきゃいけないし、もう一つは、中国側は、東シナ海においては、日本とアメリカの、まあ、公船や軍艦と絶対衝突しないような格好で動いてる。ぶつかると何が起きるか。火花が散っただけでも、その日米が相手だと、下手すると世界戦争にエスカレートする要素が入ってますよね。と、場合によっては中国に進出している国際資本が全部逃げちゃうんですよ。で、これ天安門事件の二の舞なんです。そうなんですよね。経済がおかしくなっちゃいますかね。これだけは避けたいっていうのは中国の軍謀で一貫してるんですよ。ただ中国の国内世論は、日本に対して弱腰だと、そこから突き上げてきますから、収拾つかなくなる。だから弱腰じゃないんだということを伝え続けなきゃいけないという、まあ、事情もある。だから時々その公船をね、日本の領海に入れて、あるいは接続水域にずっと置いて、日本のマスコミを通じて弱腰じゃないということを伝え続けてるわけ。だからこれ、香田さん、伊藤さんも言ったと思うんですが、中国の例えば公船4隻で来る場合多いでしょ。武装してるの1隻ですから。なるほどね。30ミリ機関砲だけですよ。
買えないわけじゃないですよ、向こうお金あるんだから。もう丸腰だってことを示している面があるんです。なるほどね、であれを取り巻いているあの海上保安庁の尖閣専従部隊の巡視船は全部重武装ですよ、向こうに比べたら。だから日本の方が強いですよね、海上保安庁ね。だから、まあ、その辺は分かった上で海保はやってるんですが、もう一個整理しなきゃいけないのは、あの1000トン級以上の巡視船の数だと中国が倍だと、すごいすごい話をみんなするんだ、確かに130隻以上あるんだ、日本は69隻ぐらいでね、でもね、中国はその130隻で南シナ海もやんなきゃダメなんです。そうです、海峡っぽいですからね、東シナ海方面では拮抗してるんだ、ただそれでいいというわけじゃないんですよ。日本は海洋国家ですから、やっぱり世界で6番目に広い海持ってますから、海上保安庁の予算は3倍ぐらい、6000億円ぐらい、そして規模は2倍ぐらいにして初めて、まあ、海の、ね、権益を守ることができる。それをちゃんとやれっていうのは一つです。そうですね。それから中国側が入ってくるのは日本に法律がないから来るんですよ。領海に関しては中国も日本もその国連海洋法条約を批准してますが、そこに入ってきて、まあ、追い出さなきゃいけない外国の公船に対しては退去を求めることができるってところでその条約の中身は終わってるんです。ただ強制力ないですから、はい、だから中国はそれより前に制定していた領海法っていうのに国連海洋法条約より領海法が優先するってことを書き込んで、中国の許可なく入ってきたらいてまうぞって話を言ってるわけです。日本はね、その法律がないんですよ。領海に関する法律はあるけれども、そのやっぱり国連海洋法条約に基づいてしかるべき措置を取るで終わってるんですね。それをね、ちゃんと書き直して、やっぱり強制力を伴う措置ができるといったようなところまでいかないと、まずね、帽子2枚かぶってなきゃいけない炎天下に帽子1枚で大丈夫だと思って日射病になる、熱射病になる日本国って感じなんですよ。最近ですね、だって自民党の中にもですね、例えば中国の公船がどんどん入ってくるんだから、それを例えば海上自衛隊でね、もう撃沈してもいいんじゃないかと、そういう法律とかそういうことを考えたらいいんじゃないかというね、人たちもいるんですけども、そういう意見に対してはいかがですか。いや、小学校4年生だよ君たちはってことですよ。いや、本当子供、子供です。そういうやつ北京行って何も言わないで下向いてるじゃん。まあ、田村さんはそういうのを横で見ても苦々しく思ってきた人だから。僕は1年前に自民党辞めましたからね、いればまあいろいろ言ってたんでしょうけど、今はもう離れちゃいましたから、そういう話を聞きましてね、小川先生にぶつけてみたんですよ、はい、いや、もうちょっとね、ちょっとこれはコロナの対応も含めて、政治家さんこれでいいのかって感じですね。そうですよね。例えばロックダウンやれって言ったって、日本の憲法上できないわけだからね。だからロックダウンにね、まあ、言ってないのかなと思って、ね、ことはね、まあ、やればできるんでしょう、法律がなくてもね、そうするようなこと。ただやっぱりそれは日本的なものをちゃんとやるにしても、去年の3月までにやっておいなきゃダメなんです、で事実上のロックダウンに、まあ、当たるような、まあ、国のね、閉ざし方とか安全の測り方っていうのは、まあ、後でちょっと、まあ、問題起きたけれども、台湾なんて見事にやってるじゃないですか。すごいですよね、台湾、台湾はちゃんとした法律が、根拠法律がありますから、根拠、憲法の中にね、緊急事態が入ってますからね、だから、まあ、日本の場合もね、その辺をちょっと整理して、まあ、教訓事項としてやんなきゃいけないのに、それがないですよね。だから法律はね、この尖閣だけじゃなくて、どこを取っても日本ダメです。ね、なんかね、丸投げしっぱなしになってるんですね、役所に、役所がやりたいところはまあちゃんとやってるんだけども、やっぱりあんまり役所の中で人気のないところには人もつかないとかね、そんなことないんでしょうね。それはまあまたその次回お話ししなきゃいけないと思ったんですが、まあ、日本の防衛体制のね、やっぱり
一番の根っこで問題なのはやっぱり憲法の問題がありますからね。そうすると他の国と同じようなことはなかなかできないというのはありますから、その中でいろいろやるというのは結構大変なことですけど、でももっと想像力発揮してね、そうやらないと。日本の場合いつもなんか事件事故が起こってから法律を作るとかね、制度を作るとかってことばっかりずっとやってきましたからね。そこら、ね、特にあるでしょう、あの先生、あのこの前の熱海の災害のあれなんかどうか、熱海の災害、これちょっと話別ですけど、はい、土砂崩れがあって大変だったでしょう。あれは先生もね、知事との関係でいろいろ議論されたと思うんですけど、あれは何が問題ですか、一番。いや、開発している、業者の人が、ちゃんと、保全措置を取ってるかどうかっていうことを、見に行っても、一般してても、相手が怖そうな顔していると何も言わずに帰ってくるというのは役に立つ。ああ、それじゃダメですね。だから今難波という国交省から言った優秀な副知事がいるんですけれども、これは土砂災害で京大の修士論文書いてるんですけどね、彼もやっぱり静岡県は緩いって言ってましたよね。あ、そうですか。民職員が緩い。ああ、そうそう、災害対応は緩いんですね。物を言えないわけです、でも先生が知事との関係強いし、危機管理 のプロだから、先生はどういう関係でこう。いや、僕は何か起きちゃってからやるんじゃなくて、何か起きないようにする立場なんだけれども、10年目ですけどね、静岡県の秀才が集まって何もできない、本当に、何もやらない、やらない家族が死んでも、平気だって感じですよね、毎日怒ってんだから僕。ああ10年指摘して怒っても動かないわけですか。動かないです、うん、それで皆さん紳士だから、首飛ばすってことやんないですよね。あのね危機管理っていうのはやっぱり軍のことが分かる人じゃないと動き方が分かんないんです、別にドンパチしてなきゃってもいいんですよ、危機管理というのは必要なことを適切なタイミングでできなかった不合格なんですよ。やっぱりそれは時間の問題もありますしね、だから何言われようともこれやんなきゃいけないとやんなきゃダメなんですね。特段ですね、私のところにいる危機管理官なんてのは秀才だけども、でね、行方不明者の名簿、これ法律があって言えませんなんて言ってたんですよ。そこに副知事が入ってきてバカ野郎って公表しろっつって、彼も、ね、一応内閣府には確認してるんですよ。できるかどうか自信がなかったか。でもそんなことを 何があってもやれって言ってね。で、早く公表したから早く分かったっていう話になったじゃないですか。そうですよね。だって行方不明で、いや、実は行方不明でなかったとかね、いろいろあるわけですからね。何で公表すると、あ、俺の名前出てるって電話してくるんですよ。でも、あれ、法律でね、公表していいってことになってるんですよ。個人情報保護法もね、災害対策基本法も、それをね、役人が知らないってのはひどいじゃん。それとやっぱり緊急時ですから、やっぱりそこらもよく考えて、だからそういう意味で言うとですね、昔その桂太郎さんがね、箕面の大災害、大地震というか災害があった時に、普通要請がないと軍隊出れないでしょ。それで自分の責任出したことがあるんですね。そういう迫力ですよね。そうなんですよ。迫力。いやだけど阪神・淡路大震災の時はね、福知山の連隊長は、スコップ持っていくんだから先に人命救助できるようにって部隊前進させたんですよ。なるほどなるほど。そしたら内局に狙われて、方面総監まで行くやつが勝負で終わっちゃいましたよ。赤みたいですね。ひどいと思いません？そうですね、それはね、そんなんばっかりですよ。はい、そういうことで時間も来ましたので、なかなかそういう意味で厄介なところありますから、今度は次回は日本のそういうシステムとか防衛政策について伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。